この単語を日本語発音でやれば大爆笑が取れるから。マクドナルドは有名ですね。コーヒーね。コーヒーも、はい、そして韓国語で言うとこれ全く分かんなかったのはブッフェ。そうでは始まりました。さあ今回も解散においでいただいたんですが、今回出ましたね、英語、韓国語、日本語、外来語の発音を比較してみたということで、ちょうど私昨日授業で話しました。あ、そうなんですか。はい、あ、もう韓国語もできますもんね。なんだな、絶対にこの単語を日本語発音でやれば大爆笑が取れるからって言ったのがちゃんと載ってます。あ、まあ、よかったですね。ここ同じこと考えてて載ってます。僕もともと韓国出身っていうのもあって、まあ、イギリスとか住んでたっていうのもあるので、まあ、英語はできますし、まあ、日本はまあ11年ぐらい住んでもちろんできます。はい、思うのは外来語で全然発音が違うんですね。はいはい、発音ってまあどうやって違うのかってことを分かってくれば、例えば英語でどうやら英語っぽく話せるのか、それにもつながってくると思うので、まあ、勉強になると思うので、ぜひまあこの比較っていうのを見てもらえればと思います。なるほど。じゃあいろんな単語見ていきましょうか。1個目の単語はこれですね。はい、はい、これをなんと日本語でどう言いますか。スターバックス、ね、はい、スターバックスですね。で、韓国語で言うとスターボックス、ボになりますね。ボックス、それで、まあ、超音を使わないのでスターボックスになりますので、ね、じゃあ英語っぽく言うとどうですか。スターバックス、ね、はい、スターバックス、日本語ならすごいな、長いんです、はいはい、シラバルが全て母音がつくので、スーターバーすごいですね。もうどんだけ母音つけてんねんという感じなので、英語だともうスターバックスって2個スターバックスで2個しかないので、英語話者からするともう何言ってんねんというふうに聞かれちゃうんで、これもう全部がまあ調べるみたいな感じになってますから。ああ、でも韓国でもスがつくか、スっていうのが加わりますね。スターバックス、あの音がボになんでボックスになりますね。で、次がまあ一番有名なやつなんですよ。私はこれ毎回言うやつですね。これは必ず用意しとけと。マクドナルドは絶対に爆笑、わけがない。もう何言ってんねんでもみんな言うじゃないですか。もうね、どこの国で話しても大爆笑されますから。うん、まあ、定番ですね、マクドナルド。これもう全部母音つけてるね。もうなんやねんって感じじゃないですか。で、だから英語だとマクドナルドなんで、うん、それを他の国の人たちが聞くともうブワーンってウケるの、うん、何度も自分見てるんで、僕もいっぱい見てますね。そして韓国語で言うとこれマクドナルド。そうなんですよ。あ、まあまだしも英語に近いですね。だから日本人からするとそんな変わんねえじゃないかってなるんですけど、韓国人からすると全然違うよ、何言ってんねんって。そうなるんですよ、これね、面白い、まあ、通じるわけがないですね。だからまあ英語っぽく言うときは母音をあまりつけないって、つけるべきところにだけ母音をつけるのが一番大事かなっていう気がしますね。やはりマの音メになりますね、韓国語だとね。メでメクドゥドゥ。さあ、日本語のドになるやつは韓国語でドゥになりますので、うん、おがうの、ね、なんでメクドゥ。あの、まあ次もですけど、まあマラソンも一緒ですね。ああ、マラソン、日本語はマラソンで、で、そのところが違いますね、韓国語はね。韓国語だとマラトン、そうマラトンなんです、はい、THT になるんで、うん、気づいたっていう、生活してて、ああなるほど、 TH が全部 T になる、うん、なそうですね、はい、っていうので、こういうのも面白かったなと思います、生活してて。そうです、ね、あ、次もね、はいはいはい、これ、まあ、そもそも日本語のやつ多分ドイツ語とかから来てるんですけど、ドイツ語から来てるんで、ウイルスですね、うん、ウイルス、英語だったらバイラスなる、うん、バイラス、バイラス、バイラス、韓国には英語の方から入ってるからバイロスになるんですね。バイロスですね。そうそう、はい、アーガーサキの方になるんですけど、これもうね、韓国人の先生に説明しましたから。なんでウイルスなのって、それに日本はドイツから入ってきてるから医学用語はっていうので説明しました。 W の音と V の音がね、逆とドイツでそういうのがあったり、お、次が、あー、なるほど、カオスね、カオスもずれますね、はいはい、ケイアスですね、ケイアスですね、はい、違いますね。韓国語だとどうなんですか。カオス、これは日本語とあんま変わんないですね。これあんま変わんない、カオス、倒すみたいな言い方ですね。あ、次ね、今日キャリアはね、これ間違っちゃう人多いですね、非常に、うん、そうですね、カリアですね、そうそうそう、カリアになって、イギリス発音だったら韓国のね、カリアと同じ発音ですね、 K-O-R-E-A と、うん、全く同じ音になりますので、カリアって言いますね、うん、カリア、日本キャリアじゃないので気をつけてください、うん、発音であったのはメイクアップ
ですね、メイクアップっていうのが日本語でもメイキャップっていう人がいるんで、はい、メイキャップが全く通じないっていうね、まあ通じないと思いますね、メイキャップかメイクアップになるんで、うん、メイクこれが通じないってなったりもしましたね、うん、あー有名ですねコーヒーねコーヒーも絶対通じないですね、パピーが英語なんですが、うん、韓国語はねまた違うんで全然、はい、カピーそうピーになっちゃいますので、 F が P の音になってしまう、うん、まあ F と P って実は近い音なんで唇のところで、そうですね、まあ、日本人が H と F の区別ができないんですけど、韓国人が F と P の区別ができないので、だから PH って F の音になるじゃないですか、うん、スペルで書くと、ね、P と F は実は今日バーマシーみたいなやつですね、そうなんですが、そうそうコピーだから出てくるんですよ、トイックで引っ掛けて、うん、コピーがコーヒーの引っ掛けてよく出てくるので、うん、カピーで、でも本当に選びますからね韓国人、僕韓国でトイック受けてた時にその試験で引っ掛けてカピーって出てきたんですよ、コーヒーの話で、まあ、韓国人もどっちも P で発音しますからね、 F それで選んでたんで、その間違いの選択肢は横の人がシャカシャカシャカって言ってて、おい引っかかってるよマジかって思ってコピーとコーヒーに引っかからないなと思ってて、やっぱり引っかかる昔の人たちイフのこともイプって言いますもんね、あイプって言いますもんね、イフ、ね、まあ、日本語もイフになっちゃうんで、ちょっとそこも違うんですけど、次が、あはいはい、バナナ、はいはいはい、バナナですね、はい、バナナで韓国語だとバナナ、そうですね、バナナバナナ、はい、オーマイガールバナナっていう、ね、うん、グループがあるんですけど、知らないです、なんか日本語と近いよちょっと違うみたいな感じなんです、日本語だとバナナですけど韓国語だとバナナバナナバナナ、ね、なんか違う、近いけどなんか違うみたいな感じですね、はい、次がオレンジ、うん、オレンジですね、オレンジオレンジですよね、オレンジはどう違うんですか韓国語だと、オレンジオレンジ、オレンジやっぱ近い日本語に近い、日本語だと最小の方から高く入るんですけれど、うん、韓国語だと中が高くなるのかな、あオレンジオレンジみたいな、そうですね、はい、子供がオレンジっていうみたい、俺の家、うん、オレンジ、なんか大人になるとオレンジっていう人が多くなって、うん、子供だとオレンジっていう人が多い、うん、実はこれちょっとまあ韓国語話してて、なんか日本語の発音が怪しくなって次がポテト、はいはい、ポテイロですか、ポテイロ、はい、ポテイロ、韓国語だとポテイト、ポテイト、はい、イが入りますね、ポテイト、ポテイトになるんですね、はい、そうですね、次がセーター、セーター、これも僕日本初めて聞いたね、セーターになんやねんって思いましたけど、はい、スウェーターですね、はい、スウェーター、スウェーターなんですが、あもうこの発音ってことは、あ韓国語でこうなるなっていうのはもう変わるんですけど、はい、どうなる、スベト、そう、トになりますね、スベトの音に変わるんで、あーの音って、で次、あドクター、あ英語で言っちゃった先にドクターね、はい、ドクター、まあイギリス英語か、まあ、アメリカ英語かっていうのありますけど、うん、そうですね、後ろの R 違うんで、うん、ドクターは韓国語だとどう、ダクト、ダクター、これは日本人には通じないでしょうね多分ね、ダクト、ダクター、え何何ってなっちゃうと思うね、うん、これは難しいと思いますね、で次の、あツイッターね、はいはいはい、ツイッターは確かにね、つ、うん、ないですから英語にも、つじゃなくて、まあ、普通の T ですからね、 Twitter ですね、 Twitter で韓国語だとどうなんですか、 Twitter、 Twitter、はい、まあ、最後の、まあ、超なくなった Twitter ですね、 Twitter、 なるほど、そのあとなくなった小さいつってのが、まあ、日本語でそれもないので Twitter ですね、じゃあ僕が実際韓国でわからなかった和製英語じゃねえよ、これ完成英語は何があるかっていうとですね、ヒーローです、あーヒオロって言いますね、ヒオロなんですよ、なんだヒオロ、おはどっからやってきたんだって思って、歌の歌詞に出てきてて、ヒオロつって中でこれ踊ってるんですけど、下に出てくる字幕を見たらヒーローって書いてあったんで、えーって言ってめちゃめちゃびっくりしたの覚えてます、そうですね、ヒーロー、まあ、英語だとヒーロー、ヒーローはびっくりしたし、あと全く分かんなかったのはブペ、あ、はい、なんだブペってってめちゃくちゃ看板で悩んで、はビュッフェかっていう、そうですね、だから英語だと、まあ、これフランス語なんで英語だとまた全然バフェイっていう全く違った音なんで、そのブケイとかのブーケとかね、あの辺とブーケってあります、あの花の、はい、結婚式の時のブーケは、あ、日本語も言いますね、韓国語で言います、ブケ、ブケ、あそこは地方にはないんで、はい、あとはすげえびっくりしたのは授業中ですね、はい、こいつですよ、 iPad さんですね、 iPad さんが韓国語では iPad、 そう iPad、 そうえの音がえになるので iPad になって、うん、iPod が iPad、ポットの方が日本人にとって iPad に聞こえちゃうんで、それなるほど、そうだからめちゃめちゃびっくりしました、 iPod Touch と iPad を使ってたんですね韓国で、で先生が言った時にえって言って、まあ、そう iPad って言われて、いやいや iPod だからって iPod だからみたいなことで、え
違う違うって言われて、え、ちょちょちょこっちはっつって、ですね、じゃあこっちは iPad って言われて、あ、そっかって言って、 iPad じゃなくて iPad なのが、そう iPad、 多分普通に言うと iPad になりそうです。多分昔だとね、 iPad って言ったからそれの名残として残ってるとか、そういう話だと思うんですね。そういうので実は留学中にびっくりしたことがいろいろありました、うん、あとは海外で用意しておけっていうのは、はい、クレジットカードです。これも大爆笑取れるんで、クレジットカード、あー、これもクソ長いですね。これもめちゃめちゃ爆笑取れます、うん、クレディカード、そうクレジットカード、クレディカード、うん、3つしかないのが、うん、クレジットカード、うん、とりあえずまあ長くなればまあ爆笑は間違いないですね、うん、あ、ただ韓国はクレジットカードじゃなくてそもそも信用カードって、信用になるの、信用、まあ信用カード、まあ、クレディカードにない、ね、はいはい、どっちでもいいんですが、まあ確かに信用カードの方がまあ使います、うん、今回いや面白かったんじゃないですか。ぜひね、皆さんもね、こういうの発見したこんな例あるよっていうんだったらね、あるっていうのもありますし、なんかその英語っぽく言うにはまあこういうこんな感じで言えばいいけど、まあ日本語っぽいのとまあこういうので、まあこの辺をこう直していけば英語っぽくなるだろうみたいな、そういう気づきを持ち当たることができてればよかったんじゃないかなと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching. Bye bye.